さあ、稲の切り札とやら、これから何を見ても驚かないでくださいね。必ず私を信じると。私は稲殿の裏切りはしない。わお、稲将軍、あなたは約束お忘れですか？何があろうとこの王都を守り抜くのですよね。この戦い勝てるぞ。幻のゴルドワリューが我らの側についておるのだ。まあ稲はそんなにだった気がしますが、明るい未来を。さあ、丸太は持ったな。行くぞ。うわ、タウロニーニョ、お久しぶり。奥義の書持ってんじゃん。それは驚いた。能力値もなかなかに優秀ですね。これは多分この人じゃなくてもう一人の、あ、でもレベルが14か13ぐらいだと思ってたよ。さすがに強えかな。そうでもないか。守備25は結構強いですかね。まあじゃあ行きますか。最初は槍だらけなんで、マカドフとティアマトで大丈夫でしょう。で、今回はね、かなりマップが長いので、しばらくの間はちょっと省略気味に行きますね。ここら辺でちょっと陣取ってうまく立ち回りますか。シノンさんは頼りになるお方。ラグズボを使うか。勇者かな、一番使わんのは。 OK、レベルアップ。シノンさん、伸びろ伸びろ、すくすく育つよ。魔力はいらなかったな。魔力伸ばしてる余裕ないからね、このキャラ。アイクちょっと遠距離魔法直撃するのはさすがに避けたいか。鉄の剣持って待機でしょ。動かしづらいね。ビジョンをうまく使いましょうか。今のダラハウの位置か。なるほど。じゃあダラハウで手やりかな。わー、結構痛いな。どうしよっか。まあ、ダラハウの位置がそこっていうのを覚えておけば、ポイント。とりあえず数減らさないことには始まりませんので、ポリア。OK。ここと。で、粒子音で動かして、体当たりでどかして、もうちょっと動かせますね。できれば、回復させたいんだけど、あ、そういえば、ミストにリブローを持たせてましたね。うん、リブローがあるので、これで。てか、リカバー届くじゃん。回復、経験値いっぱい持ってっちゃって。美しい。さすがミスト。で、ここかな。サザは逃げといてくださいと。これでひとまず遠距離攻撃の脅威は去りましたので、鋼では足りんのか。ちょっと火力に難があるな、やっぱり。厳しいところですね。ヤナフだったらどうなの？全然ダメだな。でもヤナフもちょっと育てないと余裕ないからね。急いで育てたいところではありますが。マトさん。こいつ倒せる。おお、倒せますね。いっちゃおう。おいたい。オッケー。騎士の守りはまだいらないね。ショートスピア君温存しとくか。こっち行こう。失礼。いい削りだよ。で、こいつらの範囲を見ても特に問題はない。シノンに遠距離が届かない時点で問題ありませんね。で、シノンにショートスピア君が行った時用に万全の支援で、そして勇者の弓が重いかもしれない。あ、持てます、大丈夫です。さすがにそこまで非力ではありません。いらっしゃい、遠距離魔法さん。それ受けないとな、進めないね。怖くてボッコボコに当たるね。ということは、ここで最低もうちょっと足止め食らうのが確定しとるわけですね。危ない。さあ、勇者の一撃を食らう。取るだけ取ったらトンズラよ。スティレット、サザ専用武器来たぜ。超強化、なんとパワーが2倍に。それほどではなかった。頑張れミスト。
いいね、もうレベル上がっちゃったか。騎士の守りはいらないか、この速さ。いるわ。運がいいのか悪いのかどっちかにしてくれよな。あー、へこむわ。これは大丈夫ですね。ナイス回避。オッケー。さあ、ティアマドさんのスクスクとした成長は未だ衰えを、ちょっと衰えたか、力欲しかったね。まあちょっと贅沢な悩みですが、この辺りはどうしましょうかね。セネリオはサンダーに持ち帰っておきましょう。サンダーストーンも重いのでね、怖いです。ヤナフさんはちょっとしんがりを務めていただいて、ヨファに来たか。いやー、避けちゃうんです、ごめんね。あと一発ですね。さあ、シノンに来たか。シノン好きだね。よし、このアーチャー軍団すごい優秀。いいね。起きたか、長弓さん。歓迎するよ。で、そこら辺の扉のどっちかにね、遠距離魔法持ちのやつが潜んでるんですよ。だから扉は絶対に開けてはいけませんね。ナイス。え、ナイスじゃねえ。起きたか、こんにちは。待ち伏せでござる。よし、致命傷。さあ、他の敵のトリガーにも入ったよねーと思ったら意外と入ってないね。うわ、早いな、結構来るの。どうしよっか、逃げないとね。そらそうよ、逃げないとダメですよ、こんなの。キルロイタックルで起きろ。あ、行く。起きないのか、まだ。あと2ターン頑張って。こいつはヤナフがいただく。失礼。おい、あれぐらいだったら眉でなんとかなるかな。眉一人じゃちょっと怖い気もするな。ショートアクス、全員ショートアクスか、めんどくさい。どうしよっか、ティアマトか。ティアマトもあれだよな。てか、サザはありえないから。マジでサザはありえない。でも、ショートアクスってことは、イコール当たらんからね。ワイできるでしょ。1ターンだけちょっと頼まず。今ちょっと上もやばいから。ダラハウさんはまだレベル上がらん。スリープにも気をつけないといけないね。よし、まず1体。で、そうだね。リュシオンがいるから、結構動けるね。動けるけど気をつけなきゃいけないね。あまり油断して前に突っ込ませないよ。ここは一体減らしておきたい。キラーアクスで一発必殺でくれたら最高。当ててくれたら最高。最高じゃないね。ここかな。色は8か。1234567 8、違うか。1234567 8。ダラハウの後ろに隠れられる。よし、行こう。足りない。足りない。悲しい。まあでも私には長弓さんがあるんだけど、まだそのタイミングではないね。できればアーチャーのどっちか仕留めておきたいな。いけますね。さらば。厄介なんすよ、この範囲外からの奇襲はね。仕留めます。よし、歌っていただこう。これで多分全滅いけるんじゃないかな。レベルアップ。どこ伸びる。防御性能が上がってくれるのはありがたいですね。ま、魔力方面では多分もうやられないまでいってるんじゃないかな。どうもヨファです。覚悟しろや。よし、スリープが怖いな、やっぱ。まあ、でもさっきの狙いの傾向からして騎兵は狙われなさそうだけど、ティアマトとか結構マボあるからな。ただマカロフは狙われると思う。マカロフは狙ってくる。アーマーキラーぐらいにしとこうか。よし、ティアマトは狙われないしなってなったら、やっぱヨファを狙ってきたのが分かったんで。お前ほんと強えな。本当に本当強えな。何なんだこいつは。
わからなくなってきた私は、このマカロフというキャラが。ララハウスさんは倒せそうだな。キラークスでいいか。オッケー、ナイス。ここかな。これでもしも狙われるのであれば、ヨファではなく、ティアマ、あ、違う違う、ティアマドではなくヨファが狙われるはずなんでね。わずかな体力回復にリカバーという贅沢武器を使って経験値をモリモリ稼いでいくよ。そしてこっちはどうしようかな。ワユ一人に任せるのもあれか。そう、支援効果ぐらいつけといていいかもね。いや、待て待て待て、支援効果つけようとしたらこれやばいかもしれない。ちょっと担いでおいて。あー、あれ、え、動いてんのこのキルは。え動いてないようにしか見えんぞ。マジか、動いてたか。ダラハウさんどうしよっかな。まあ待機かな。さあスリープは、おお、ヤナフか、構いませんよ。おお、さすが、みんな避けるね、魔法そんなに高くないのにね。お、そっちにもいたか。しかし当たらないんだな。しかしそこのスリープもやめんどくさいな。もう一人いたか。待ち伏せ、避けてくれると嬉しいな。痛いな、直撃だな。急いで逃げよう。ショートアクスとはいえ全く当たらないとは言い切れませんからね。カサタイさん、こいつね、攻撃させておかないと怒りが怖いんですよね。しかも勇者ですから。あ特にいいことなく終わったぞ。いいのかこれで。いい人そうだったのにな。実力は伴わない感じなんだ。当たらんわ。しかしこれ当たらないと言い切れないところが怖いよね。一応命中見ておこうか。限りなくゼロに近い数値だとは思うんですけどね。多いわ。20は怖いな。20は怖いわ。無理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 。傷薬持ってない。持ってねえのかよ。ちょっと待って、これはさすがに怖いな。逃げようか。すごい距離逃げよう。ダッシュダッシュ。アイク起きろほんま。アイクあいつめんどくせえ。潰しに来る。潰しに行っていいのかどうかがわからんな。こいつはもうないな。鋼、ラグズランス、エルサンダー、遠距離魔法の範囲としては届かない。だったらこれもう潰しに行った方がいいだろう、間違いなくね。えヒュイー、社員か。結構強いかもしれない。できればマジックシールドの一つや二つを与えたいところだが、まあリブロはあるか。ちょっと行きましょう。これ潰しといた方がいいわ、間違いなく。命中がなんでこんな不安かな。必殺込みだとこれどっちの方が確率高いんだろうね。命中76の必殺27。そう、引けば即死なんですけど、どっちの方が高いかね。ここは安全に行こうか。キラックスもったいないよね。うわー、こういうことなるだろう、こういうことなるだろう。辛いな。しゃあないな。もう多少強引でもあいつは止めよう。範囲が2マス足りないぞ。ダラハウタックルでよか動かそう。でセネリオタックルだな。ここはこれだ。これで超級が届くんですよね。よし、ナイス。これで厄介なスリープ持ち全滅ですかね。よしよしよし、動きやすくなった。ついでにここのは、なんだろう、ソルジャーぶっ潰すか。ここになんか怖いのいたよね。まだいんの。まだいんの。めんどくせえぞ、このマップ。もう、さすがだね。とりあえず、こいつは回収しておかないと。持ち物交換。傷薬ないの、キルロイさん。ショートアクスの範囲はもうさっきのでギリギリですからね。間違いなく大丈夫なんですが、ここでキルロイワイの支援だったら多分大丈夫だと思うんだけど。あいつさっさと倒してしまおうよ。さすがに重すぎる。そうでもないか。今のワイなら難なく扱える。ここはライブで、この2人の支援効果ならおそらくさっきのソルジャーぶっ潰せるでしょ。それだったらキルロイとの支援でね、回避高めてごまかせると思うんですけど。で、あとのメンバーはこの
二人か。マカロフだけ向かわせればいいんだけどね。届くじゃん、優秀。でも攻撃力が足りないね。ここはミストの力を借りたいところ。しかしあんまり近づきすぎてジェネラルの範囲に入るのは、あ、ジェネラルいるな。どうしよっか。やること多いな、すごく多いな。よし、ここでしょ。歌ってー。よし、こんにちは、さよなら。よーし、オッケー。で、釣りましょう、ジェネラルをね。ついで、ついで感覚で、リュシオンが隣にいるので回復もできる。そして、暗黒剣ミストアタック、オッケー。撤収、安全なところに隠れて。さあ来た、いい火力出るじゃん。痛いけど、よし、 OK。 来たな、ジェネラル、待ち伏せ。よいしょ、ペライね、ジェネラルが。いっぱい来ちゃったね。回収も組めればキラーアクスの方が良かったかもな。いやー、勝って、なんだこいつ、超硬いぞこいつ。あー、開けちゃったか、ついにその扉を。ナイス回避。どれぐらい上がったかな、それを見ておきたいね。ちょっとこいつらの対応してる暇あったら多分次、うえ、多すぎる。おばゆがむさ苦しい男たちに襲われてるぞ。助けてマカロフ、助けてキルロイさん。キルロイさんの支援効果なら、ああ言うほどキルロイさんの支援効果当てにできねえ。悲しいけど、やっぱここは行くかな。おろす、起きろ。あれ起きない、あ、起きてるね。オッケーオッケー、よしよしよし。おはようアイク、お目覚めの歌だ。まだちょっとね、余裕ないから、そこの扉開けれる感じではないですね。よし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 、サダさんはちょっと下ろしとくか、いつでも行けるようにね。で、ティアマトがあれを持ってんだよね、騎士の守りを。こいつ突破しないとやばいよな。キラーランス、一撃粉砕、ダラフアタック、失敗、痛い。鋼の弓、ほりゃ、いいよいいよ、レベルアップ、ヨハ君頑張れ。よし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 、力もなんか最大値見えてきたよ。いいよいいよ。そして暗黒系ジークフリーと俺や。よーし、いい感じよ、いい感じよ。ここまでは上出来上出来上出来。アーマーキラー持っていこう。硬い、普通に斧持った方がいいんじゃねえか。うん、その方がいいと思う。まあ、わざわざこれゼロ距離で戦う必要なかった気がしますが。よいしょ、吹き飛ばしてやるよ。吹き飛ばせなかったよ。え？モブそうだった。危ねえ危ねえ危ねえで済むのこれ。住んでない気がするけど。あー危なかった、今引いてたら普通にヤバかったぞ。あーモブもスキル持ってたな、このゲーム思い出してよかったね。若干遅いけど、そうだよ、お前らも持ってるかもしれないんだったな。そうだ、怒りは覚えてますわ。確か終章に至ってはモブが奥義持ってたよね。うわー、ヒヤッとしたわ。プーはみたいな。タイミングよく今私の中にリズムが刻まれたよ。よし、じゃあちょっとキロイさんたち、ちょっと急いで逃げて、ここは。リライブ。ここはアイクに任せろ。
リーダーらしく、ここで見事あいつらを抑えてみせるぞ。でね、キロイさん、そこすごく嫌な予感がするから、ちょっとこっち来といて。来たかよ。まあ大丈夫。体力は満タンですから、さすがにここからの即死はないです。よし。いやー、ヒヤッとしたね。何入ってんの？遅いわ、いらねえわ。いらねえわ。本当にあったんだね、ここにプルフ1個。でももうさすがに下級職今から育成する予定は、次のマップではちょっとギリギリいけるかなという感じですけど、ちょっと火力ないもんね、この軍。ちょっと急いで、ちょっとレベル上げすぎなぐらい、ちょっと露骨に稼いででも上げた方がいい気はします。そろそろこの右から増援来るんですよね。だからちょっと戦力一旦アイク付近に戻した方が良さそうですね。多分これ右下の増援はこれで終わりのはずです。終わった分右から来るんですよ。来ないじゃん。中途半端だぞお前。本当に天空のおかげでなんか中途半端に戦力になってるから、もうなんかあれなんだよ、普通の人になってるからさ、決して弱くはないからな、もうアイクは、うん、絶対に断言します、弱くはないです。なんかあの言いづらい弱さを手にしたというか、そんなイメージですか、ね、おーみたいな。だからいっそこのまま力伸びない方が動画的には美味しいんですけどね、そこの期待にはしっかり応えないですね。さあ、一方のキルロイさんはなんか守備が伸びたりするんでしょ。ほんとすげえな、お前。ほんとすげえわ。さあ行きましょうか。もうここまで来ました。特に何事もなく順調です。それゆえに動画には何だろう、向かない感じが半端なかったのですが、まあここまで来たということで、残りは制圧していきたいと思います。ミストの力がすごい距離迫ってきたね、アイク君。怖いね。本当に怖いね。エナジーの雫を誰に使うか、それだけでもなんか追い抜かれそうな気がしますが、まああんまり気にしないでおきましょう。ヨハ君たちも連れていこうね、急いで。よし。この章あたりで多分ね、ワユキルロイの支援がいい感じになると思うんですけど、ダラハウもちょっとなんか能力値ね、ついにへたれてきたし、わかんなくなってきたね、誰を一軍にしているのか。今からでも下級育成が間に合うかもしれないんですよ、実は。育てる価値はあるかもしれません。ジェネラルがいっぱい来たよ。さてでは、いいタイミングでの決心だね。ヨハ君、まずはちょっと先手お願いします。硬い。よし、まあいい感じでしょう。剣よこせアイク。あー、まだ持てないか。あー、しゃあないな。体当たり、これやっぱセネリオ先輩でしょうよ。ここは結構痛いが、連続出してくれれば。出さない。ナイス回避。よし、ここはシノンさんはやることないから、こっちちょっと避難してもらって、ティアマトでちょっとでも削るか。違う、そっちは殴っちゃダメ、そっちはダメ。2しか減らないんだったらやる意味がないね。普通にキラーアクスで殴りかかりましょうか。2回とも一冊出してくれたら倒せるんですけど。もう1回どうぞ。もう1回ティアマドなら出せる。来た。あー、来なかった、気のせいでした。撤収。じゃあ歌いましょうか。
タロニアさん、こんにちは。なんだ、あんたはどうしてそんな顔で俺を見て。言うほど力はもう足りなくはないはずだぞ。変な顔で見るんじゃねえぞ。我が友一人のものであった。親父だが剣の扱いは親父になった。そなたガウェインの子か。古い友だ。いやーそら半信半疑だろうね。え、あいつに似てる。でもなんかちょっとみたいな、そんな感じあると思います。ちょっと力がないわけでもないし、なんか中途半端な感じだぞみたいな。いっそ未熟だったら気づかれないまで、あの確信に変わるまであったのかもしれません。正気か。よし、そんなこんなでタウロニオさんが仲間になりました。クライアイクの魔剣ソニックソード、ヤッホー。今アイクが最高に輝いてる瞬間だぜ。クライ粉砕、気持ちいいね。アイクの使い方じゃない気がするけど。こんにちは。足のどこだ。ゴルドワの竜輪族、こんにちは。無駄な戦いをする気はない。残念ながらここに王はいません。そう、クリミアにまだいるんすね。王都を放棄してか。私がここであなたを撃ち、クリミア軍を撃破する方がずっと早いと思いますが。かといってクリミアをお前たちの好きにさせたままにはできん。強者が生き残るまで、私は私の利を持ってあなたを倒します。できるかな。アイクはともかく他の仲間が黙っちゃいん。お、素晴らしい。シロンさんの美しい連続攻撃をちょっと見ていただきたいですね。よし、アニメーション復活じゃ。行くぜ、こっからは。キャー、シノンさん。素晴らしい。シノンさんも経験値入りにくくなってきたね。セネリオの方がレベル低いんだ、信じられねえ。そこまで伸びてたか。その割にはあんまりだな。ま、終了で。さあどうぞ、魔王のエリアへようこそ。歓迎しますよ、あなた方を。何かしましたか。この絶望感すごいな。ほう、追撃ですか。しかし無駄なんだな。必死の抵抗を虚しく、あなた方は敗れ去ることになるでしょう。さあ次はエルサンダーなら届くかもしれませんね。聞きませんな。エルサンダー重いから追撃できないかもしれないね。ああ、その通りでしたね。さあもう一発ぶち込んでやるよ。はい、削りダメージの経験値が大きいっていうのはこのゲームの特徴ですかね。結構バカにならない気がします。よしよしよし。ヤナフはもう、ヤナフもきついしな。セネリオもどうなんだという感じだし、誰がいけるんだこれ。全員平等にきつくない、この軍一軍入り。レベル上がりそうな、あ、ミストだ。ミスト上がりそう。さあミストの美しい剣技をご堪能あれ。ケア。おう。さあ伸びろミスト。お前は一軍入りになれる。なれる。一軍入りを。まあまあまあ体力伸びてるからいいかな。杖使いとしては器用さが求められますからね。体力があるに越したことはないでしょう。ティアマトさん。なんだかんだティアマトさんが残ってるのもすごいな。浮いてる気がするけど。でい。このショーでもう1レベル上げれるな。
ダラハウススラッシュを見せてやるぜ。そい、ルシオン化身状態につき動ける。これでまたミストで取るか。ミスト回復だろうな。ミスト回復で経験値稼ぎますから、ちょっと贅沢に リカバー振って元気に回復してもらいましょう。でこいつを誰で取るかだな。ティアマトだよな。せっかくそのために倒してるわけですから。失礼します。トリア、さあこれであとは稲将軍のみですね。どうやって倒そうかな。誰かがラグズガード持ってますね、ヨハ君。さすがだ。しかし、イナさんはなんと、こんな感じなんですよ。外からチクチクと行かせてもらうぞ。その短い命を少しでも長らえたいのであれば、あなたは私に近づくべきではありませんでした。せい。おお、結構入るじゃん。いいね。ちなみに、ヒエーヒエーヒエーさすがに無理だな。誰かにラグズボンも出してなかったっけ。あ、いたいた。リュシオン君が持ってる。じゃあ次のターン総攻撃と参りましょうか。せっかくだからアイクでも戦いたいな。あとセネリオ、あとタウロニオ、会話見たいね。手当たり次第に行こう。さあ最後は派手に決めましょう。やっぱりラグズで、う、え、ん、何やった今。今の何ですか。青い何か。あ、特効薬盗めるじゃん。サザさん遠いサザさん遠いっす。というか、イナ強えな。即戦力じゃん。欲しいな。さ、参ります。あれ会話ないか。あると思ったんですけどね。じゃあ、キロイさん。いやー、ダメージ入るじゃん。イナさんまともに何もしてないぞ。まあ、本来ならこれで終わってしまうんですよ。射程が1なのにね、玉座に座るとそういうことになっちゃうんですよ。じゃあタウロニオ将軍いっちゃう。さすがに強え。じゃあとりあえず銀の体験で1回だけ挑んでみましょうか。そしてここに鷹もいますからね。鷹で挑んだらどうなるんだろうとか興味が尽きないところではありますね。さあ贅沢にリカバー振っていくよ。ミスト成長させろ。それが最優先事項よ。ちまちまライブなんか振ってる暇ないんです。贅沢にリカバー。その前にリュシオンのレベルが最大まで上がってしまいそうですけどね。誰でもいいから杖イエーイ。お兄ちゃん、ヒュー。よし、さあ稲城君勝負といこうぜ。これスキルの回復か。すごい回復量だね。さあ、あれ会話ないの。これもマジか。しょんぼり。いや、さすがタウロニオ硬いね。そして体力が半分を切ったということはスキル優勝の発動。素晴らしい能力値向上ですね。こうなったタウロニオ将軍はなかなか強い。速さ19、力33、技27という化け物ですね。てか魔法高いね、タウロニオ。いいじゃん、普通に強い気がするよ。ソニックソードではどうにもならんな。というかもともとどうにもなってないのか。
確か、ああ、サザだな、トロ持ってんの。まあ、しゃあないか。じゃあ、行きますか。できればやっぱりアイクでは一回戦いたいが、その前にまずはキルロイさんの成長をご堪能あれ。また守備伸びちゃうんすよ。さすがにそんなに甘くはなかった。対魔法としてはすでに完成しているので特に文句はありません。弱くもう1レベルぐらい上げれそうなんだけどね。あんまりチクチクする気はないので決めましょうか。千年女さんやっちゃってください。連続出してもいいんすよ。きた、よし、いい削り、ナイスです。さあ決めさせてもらうぜ。アイク必殺のソニックソードを受けてみろ。天空出てくんないかな。どうして竜輪族のあんたが電王に仕えているんだ。愛する方のおそばにいたいだけです。あの方は私の全て。あなたを倒さなければ私は、私はてやー、うわー、てやー、静かだな、静かだな、なんか、まあ、しゃあないよな。天空出ればかっこよく撃破だったんですけどね。仕方ないな、堅実に。でい、ヒュー、ありがとうございました。あなたは強敵だったぜ。さあ、あれは経験値あんまりもらえない。まあいいや、どこ伸びる。これなんかさ、ちょっと待って、もしかしてだけどさ、キルロイの方が強くね。マジで言ってる。うわー、キルロイ強えです。マジで、うわー、キルロイの方が強えじゃん、攻撃性能も。マジでいつの間にそんなことになってたの。驚きだぜ。制圧はアイクの仕事ですね。キルロイさんそこまで言ってたか。いや、パネーっすね。じゃあ制圧しましょうか。強いですね。私の負けです。何、私はあの方の元へ戻らなくては。ナーシル、よかった、そいつを捕まえてくれ。すまない、ナーシル腹パン。ぐ。早く逃げろ。あんたが裏切り者だったのか。敵に情報を漏らしていたのはあんただっていうのか。まさかミストのメダリオンも。どうして黙ってる。あんたはもともとデイ王の配下だったっていうのか。ラウズのあんたがどうして。ややこしいな。疑いが晴れるまであんたの身柄を拘束する。尋問はしない。自分から話したくなったら俺を呼べ。バルメニー神殿を調べてくれ。なんだって。わー、クリミア王女、こっちに今アシュナルたちがいるわけですね。なんとも無様なものだ。どんなに強固に育てた軍とでも戦がなくばすぐに鈍る。戦という餌のない兵の存在とは何だろうな。ほう、主力全員こっちだったのか。なんだ、竜輪族といっても所詮その程度ということだ。漆黒の騎士、あやつはどうした。王都であったのだろう。ほう、直接触れぬよう注意するのだぞ。これは見事なものだ。我の起こした戦いの気によく反応しておる。これがエルランのメダリオン。かつて世界に大洪水を起こし、テリウス以外の大陸を全て水の底に沈めた邪神が封じられている。この王宮、そして我自身やそなた諸々が放つ負の気によるもの。邪神はすなわち負そのもの。戦いに呼応してこのような光を発するのだ。それゆえ炎の紋章なる、俗称で呼ぶ学者もいると聞くな。この光は人を魅了する。負の衝動のまま全ての生物を切り殺すとは
どのような心地がするものかと。まるで誘っているようではないか。プラハビビってるな、完全。メダリオンを包みに戻し、宝物庫に入れておくのよ。続けろ。うん、セリノスの王子を手に入れるべく動いています。ご存知の通り、漆黒の騎士は怪しげな天衣の粉を持っています。なるほど、それがあればそう、スマブラに参戦することもできそうだね。あやつとは一度やり合わねばならん。しかしそれはまだ先の話で、あれほどの手駒はそう手に入らぬかな。確かに。このところ失策続きのお前は自分の価値をどう示す？我の手駒で居続けるにはそれなりの成果を上げてもらわねばな。お前もこのラジャイオンの餌になりたいか。プラハさんのなんか、強キャラ臭が完全に、なくなっちゃってるね。始末しろ。え？あやつは用済みだ。お前の手に余るようなら騙して捕まえるだけでもよ。ぎょい。いや、怖いね。だってね、この次ってプラハさんがその立場になっちゃうかもしれませんもんね。そら怖い。というわけで、次回に続きます。